はい、おはよう、みんな。おはようございます。今日昼からカラオケ枠やります。光の合唱団のカラオケ枠なんで、ぜひ盛り上げていってください。最近行ってなかったかな？楽しみだな。7名さんいらっしゃい。楽しんでいってください。おはよう、くるくるさん。おはよう。楽しんでいってください。はい、ワード2。チオいらっしゃい。クルルさんおはよう。いらっしゃい。楽しんでいてください。いやー、浅井さん、キャラ濃いわ、本当に。浅井さん、マジでキャラ濃いよね。すごいバイタリティだよ、マジで。パワーがすごい、パワーが。人間として持ってるエネルギーが半端じゃないよね。あそこまでなかなかできないよ。浅井さん来たら疲れ半端ないや。肩が凝るね、すごい。すごい肩凝るね。エネルギーが強くて。うん、疲れるね、ドットね、うん。通訳みたいなポジションだからね、俺は。浅井さんの通訳だからね。え、浅井さん今来てたのにもったいない。今日昼出るよ、浅井さん。うん、新しいアイテム手に入ったから、うん、モンスターのヘッドバンド買ったから。初見さんいらっしゃい、トミコさん、楽しんでてください。これかっこよくね、これ、うん、モンスターだから。よいしょ。きついな、これ。ノンタンの方か、これ。俺のこっちか。どこ区民？俺新宿だよ。俺新宿区民。うん、そうだよ。不思議なカラオケかどうかはわかんないけど、いつものカラオケだね。はい、初見さんいらっしゃい。抜刀斎さんいらっしゃいね。楽しかったらフォローしてください。よろしくお願いします。これでもあれだな、帽子革ジャンと合ってないだけで、別に普通に被ってたら普通だね。あ、そうなんだ。グランドタワーに住んでんだ。へえ、知らんかった。モンスターのキャップ、これ、ゲーセンで手に入れた。ノンタンとお揃い。かっこいいでしょ？リストバンドも手に入れた。これ超いいんだよ。これ超いいんだよ。これ全部刺繍なんだよ、ちゃんと。横にも刺繍入ってて。こっち側か。こっち側にも。で、唾の裏にはモンスターと入ってんの。そう作りが良くて、これ3000円で2つ手に入った。うん。カズレーサーっていうのが誰かわかんないかな。カズレーサーって誰だろう。なんか形が変だな。なんか変な。なんか変な曲がり方してんな。うん、なんか下手だな、俺。曲げんの、キャップ。ん？こっち側を下げんのか。うん、なんか、うまーく曲げたいな。あ、羽打ってる。メイプル超合金の、いや知らない。メイプル超合金聞いたことない。何それ、美味しいの？キャップはなんか曲げたい派なんだよな。はい、ワード2、クミタいらっしゃい。有名な人なの？メイプル超合金って聞いたことない。なんでこれ、俺の目から見ると普通なんだけどな。なんだろう。
なんか、ツバピーンとしてんのダサくない？帽子こうやってさ、丸まってる方がかっこよくない？丸まってる帽子が好きなんだけど。なんだろうな。なんかちょっと変だよね。こっちが下がりすぎてて、こっち側が下がってない。うん、あ、バトーサイフォローありがとうございます。バトーサイさんフォローありがとう。うん、ありがとうございます、うん。フォローありがとう。新しいフォロワーさんを紹介します。てか、レクチコメント打つの久々だね。最近全然来てなかったもんね。551人目のフォロワーさんです。抜刀斎さん、フォローありがとうございます。あざす。楽しんでってください。なんかでも、キャップとヘッドホンがすげえ合ってるな。いいかもしんない。革ジャンには合わないけど。ゲームにハマってんだ。上着だな、完全に。何ゲー？何ゲー？いつも赤い服着て、金髪のやつ。いやー、知らないっすね。メープル超合金のカズレーサー。俺テレビ見ないから、テレビのタレント最近の人わかんないよ、全然。紫の服着たデブの相方？わかんない。全然。面白いの？FPS か。いいね。新しいなんか出たんだ。新しいやつか。なんだこれ？なんか変、曲がり方おかしいな。アスペだからすげえ気になるんだよね、こういうの。この辺が曲がってんのかな。うん、もっと丸くしたいな、丸く、うん。私もモンストの携帯ゲーム。あ、そうなんだ。モンスターストライクってやつだ。俺モンストはやってないね。ドラクエはやってるけど、星のドラゴンクエストはすげえ面白い。うん。新宿の訳あり物件を芸人と同棲して住んでる。へぇー。すげえ音拾うな。子供の声。すげえな、拾うな。高性能だな、マイク。新宿5丁目っすよ、ここ、うん。眠いけど、なんかリスワン取れそうなんだよね、今日。なんか、リスワン取るのって、やっぱ人数集めないといけないじゃん。だから今日リスワン取りたくて、で、うん、石川の竜樹が今1位なんだけど、まあ、1日分回せば1500人ぐらい超えそうだなぁとも思ってるんだけど、だから、まあ、なるべく配信やろうかなぁとか思ってんだよね。眠いっちゃ眠いっつうか、疲れてるっちゃ疲れてる感じだね。うん、正直言ったら。でもほら、やっぱ配信でね、稼ぎたいから、1万円手に入るから、なるべくその15万達成できるように、ね、1万でも減らせるってでかいからさ、目標金額達成するためにはやっぱ努力しないとなぁなんて思ってて。今日夜の12時ぐらいまで配信しようかなと思ってますね。うん。夜の12時ぐらいを考えてる。うん。リスワン撮りたいよね、一回ね。やっぱプロでやっていくんだったら。おはよう、ナチン。一回撮りたいよね。ふわっちは今日で、ふわっち始める。今日でと、20日目かな？今日で20日目。まだ1ヶ月経ってない。うん。だからフォロー、あー、トミコーさんフォローありがとう。新しいフォロワーさん。552番目のフォロワーさん、トミコーさんです。ありがとうございます。リスワン撮りたいよね、そろそろね。先月の末撮り損ねたから。まあ、狙うんだったら今日かなと思って。ほら、司会もやるじゃん、今日。深夜っちょ、金映えさん、さとみさん、ひかるくんって。だからまあ、今日、撮るんだったら今日は狙い目かなと思ってて。うん。仕事が終わっても配信見られますね。うん、見に来てよ、また。応援しに来て。今
今日はリスワン1位取りたいかな。ただあれだよね、石川紀之はもう一回配信したらちょっとやばいから今日狙ってるかもしれないですね。あ、杉並区なんですか。近いっすね、結構、うん、結構近い。俺飯何食ったっけ。あ、コーメン食ったんだ。コーメン食ったから何も食ってねえか。お、また新しいフォロワーさんですね。553番目のフォロワーさん、あゆたまんさん、フォローありがとう。キャス行ってほしい。そうだね、今日は、うん、だいたい5、6000人ぐらい新規リスナーさんが見に来ないとリスワンは取れないから、今2539人だから、もうちょっとね配信やってかないとなと思ってる。まあ、あと今日がダメだったら月末狙うっていう感じかな、うん、月末狙いで。月末だともうみんな取っちゃって、ね、カスナマヌシにも候補があるから。うん、また来てね、エミちゃん、ありがとう。僕もともとニコ生で2年半ぐらいやってて、でキャスだとあんまり半年ぐらいやったんですけど、キャスでは成果上がんなくて、まあ、ニコ生だと5000人コミュ3、4回ぐらい作ってますね。だからニコ生出身だと思っていただいて全然いい感じっすよ。ただフワッチでもやってくけどね、メインはフワッチにして他の配信サイトあんま回してないっすね最近は。だからこれだけリスナーいるのか、20日程度で。いや、でも、あれっすよ。新規の人ばっかりっすよ。全然。あ、昔はどうの配信見てて、で、なんかコミュニティどこかわかんなくなっちゃって、最近戻ってきたっていう人は多いかもしんないっすね。うん。あ、昔見てたよ、みたいな。こっち来たんならフォロー登録するよ、みたいな。そういう感じが多いかもしんないっす。千葉のゲーセンすごい楽しそうですね。めちゃめちゃ面白いよ、大経営。あのゴーカートもすごくて、10周回って1人500円なの。だから10周だから結構レース楽しめるんだよ。3分4分5分ぐらい回るのかな。あ、違う、2分30秒だ。2分30秒間ずっと回れたから10周して500円、超安いよ。しかも4人まで対戦できるんだよ。安くない？だからみんなで4人で並んで、てぃー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 つっても走るんだけど、ニコ生稼げないからやらなかった。ふわっちいいっすね。稼げる可能性あるし、ふわっちは稼げるしいいっすね。今度行こうよ、レクチも。たくみさん連れてきたいねって話してて、のんたんと。たくみさん元ほら、走り屋だから、ビリヤードもあるし、カラオケもあるし、ゲーセンもあるし、すごいでかい敷地。バスケットコートもあるし、スケーターもいて、スケートの、あの、なんつうの？なんか、引っ掛けるやつとかがあって、スケーターがバーって夜中やってて。もうだから、やからしかいないよね。やからとポンチューとドキュンばっかり集まってるみたいな。うん。まあ、千葉だからな。でもマジで俺来月生活保護抜けるな、多分。このまま配信で食っていけるわ。なんか確信に変わってきた。アキラっぽいね、確かに、うん、でなんか本当の日本軍の撃墜された戦闘機とか置いてあったりとか、昔はだからフェラーリとか置いてあったらしいよ、なんか車とか。なんかすげえ、なんかすげえ大金持ちの地主の息子がなんか始めたゲーセンみたいで。隠れスポットなんだよ。あのデブショーで行きたくない行きたくないって言ったら、ノンタンがキャッ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 挟んでて、ここはオアシスだとか言ってたよ。すげえ楽しいって言ってた。ふわっちは YouTuber 違ってニコ生主みたいな人たちが上に行けるからな。配信で稼げるのがいいっすね。やっぱ生放送で稼ぎたいっていうのがあったんで、
あの、YouTuber、生放送で稼ぐの向いてないかなと思って。生放送も今できるんですけどね。たくみさんワード2いらっしゃい。隠れスポットですね。もっと宣伝力入れて遊園、なんか小さい遊園地っていうか、なんかお台場にあるゲーセンよりもなんかもっといいんだよ。雰囲気が。お台場のゲーセンは本当に綺麗すぎて良くないけど、ゴミゴミしてていいんだよね。金魚すくいとかもあんの。金魚すくいとか輪投げとかも適当なの、経営が。すごい。そこがいい。なんかもう趣味で作りましたみたいな。金持ちが趣味で。世田谷ベースに近いよ。雰囲気は。このまま配信の勢いがつけば、がっつり稼げますね。がっつり稼げるっていうか、俺は本当に食っていきたいって感じ。本当に億万長者になろうとかそういうのはないんだよ。もう本当に食っていきたいんだよ。やりたいことをやって。だから本当に、俺のことを応援してくれる人、100円でも500円でも10円でも1円でもいいんだよ。ぶっちゃけ、金ないって言ってもさ、アルバイトとかやってたらさ、10円でも20円でも払えるじゃん。そう。だから、なんかこう見て、俺の放送見て面白いなって思った人は、もう100円でもいいから、そのアイテム欲しいよね。バカありがとうございます。本当に。金なくても、俺だって昨日ストリートライブで300円投げたもん、ドラマーに。そうそうそう。そのさ、300円投げることによって全然変わるから。うん。やる気が。やる気も上がるし、食っていけるから。うん。やっぱ面白い配信できるようになるんだよ。それは本当思うね。日本人パフォーマーに対して金投げないじゃん。チップ渡さないじゃん。就職する気はないっすね。正直、あんまり。あの、サラリーマンは向いてないと思うんで。やる気はあんまないっすね。ふみたん今、ドリスピやってますよ。ドリスピっていうのがあんだ。ぶっちゃけた話、仇な生き方は俺できないと思ってる。向いてない、仇は。好きなことやって稼ぐのが一番人生充実すると思ってるから。人生一回だし。無駄にしたくないじゃん。うん、まあ甘くないけどね、そんなに。甘い世界じゃないけど。ちょっとトイレ行ってきます。別にやりたいことであったらそれでもいいのかなとは思いますけどね。やりたいことで別に会社に寝泊まりするんだったら別に幸せかなと思うけど、なんかね、会社組織って別にさ、働いてもさ、財産の蓄積は会社に行くだけじゃん。俺はなんか自分のやることで名を残したいから。おーかっちゃんおはよう。おーバーガーありがとう。レクチーサンキューセンキュー。レクチのその金無駄にしねえから。次の面白い配信にさせてもらうから。おはようかっちゃん。
そう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 。うん。カラオケ行った後そのまま司会に行くの。カラオケ行って、外配信プラプラやろうかなとか、今日はとりあえず、リスワン狙える日だと思ってるんで、うん。なんか、企画とかもやりたいなとか思ったりとか、夜中だから、カラオケ行って、リスワンとか、ギャンブル昔よくやりましたよ。パチンカスでしたね、本当に。ただ今は、あんまりっすね。そうそう、ゲーセンのこれ、いいでしょ。刺繍、がっつり入ってる。こっち側にも刺繍入ってるし、ツバのところにもモンスターって入ってる。これ3000円で2つ取ったから、お揃いで飲んだんと。これ多分3000円じゃ手に入んないよ、これ。売り物だったら5000円ぐらいすると思ってる。だから超お得だなと思って。青とか赤とか迷彩とかいろんなカラーが出てて、緑欲しいと思って、定番のが欲しいっつって、並べ替えてもらって。うん、すぐ取れるよ。1500円ぐらい多分取れると思う。いいよね。これめっちゃ買いだわと思って。これは普通に良かった。モンスターかっこいいよね、デザインね。俺もよく飲むから。これは、いいなぁと思って、キャップ。リストバンドは300円ぐらいで取ったかな。リストバンド2つと、ヘッドバンドがセットで300円ぐらいで取れた。これ、モンスターのヘッドバンド。と、ヘッドバンド、ね、これ。これはまあ微妙だけど、リストバンドはドラムやるときよく使うから、いいなぁと思ったけど。モンスターいいよね。モンスターのオレンジがすげえうまいんだよね。かっちゃん今日あれだよ、12時からのカラオケ配信めっちゃ面白いから見に来た方がいいよ。うん、初見さん大爆笑するし、ゆいがさんも大爆笑したぐらいだからね。うん、モンスターのカオスうまい。カオス一回ハマったんだけど、カオスね、だんだんまずくなんだよね。オレンジ、カオス、緑が好きかな。ブルーは嫌い。ブルーはダメだから、オレンジの次にカオスが好きだね。うん、オレンジなかなか売ってないんだよな。モンスターうまいよね。ただ、しばらくぶりに飲むとカフェインの強さ、甘さでごまかしてるのわかる。甘みで抑えてるけど、すっごい苦いんだよ、モンスター。うん、今日リスワン取れるかな？どこだろう？今リスワン何位だ、俺。3位か。リナネコはまあ、あと100何人だから超えると思うけど、肝心なのは石川のりゆきをどう倒すかだよね。石川のりゆきまで千何人いるから、千何人集まるような放送しないといけないでしょ。結構厳しくない？新規を千何人だからね。重複してる人はカウントに入んないから。リスワン狙おうかなと思ってる今日。リスワン。なんかねえかな。リナネコやばいぞあれ。リナネコってどうやばいの？何がやばいの？もう全然ヤバさがわかんないんだけど。どうヤバいんすか？なんだろう、リナネコヤバいって。おっぱいでかい女の子だよね。石川さんなんでふわっち来たの？わかんない。え、トークスキルいいんだ。へぇー。あ、そうなんだ。愛媛の子だ。うん。すごいね。うん。あー、見たわ、昨日。すげー面白い。関西の子だ。関西弁の。トークスキルやばいよね。あの子。めちゃめちゃ、あの子伸びると思う。うん。喋りうまい。怖い話してる時見たわ。あの子は伸びる。配信者向いてると思う。女の子って雑談下手な子多いけどね。ほんとね、雑談うまかったね。うん。やっぱね、なんだかんだ喋りうまい子、魅力あるからな。関東の女じゃ無理。関西は、喋りは強いよ、やっぱり。うん、強い。喋りは大事よ。ね、関西は独特のうざがらみみたいなの嫌いなの。なんか、ノリが熱すぎるっていうか、熱苦しすぎるっていうか、そういうのは嫌いなんだけど、喋りが普通にうまい子いるよ。たまに。
ノンさんにいつもチクッとディスしてすいませんと謝罪しろ。俺、のぞみ嫌いだもん。うん。鮫島さん好きだけど、のぞみ嫌いだもん。あと、あんまり仲良くないのに、ダバダバ、お前さ、とか言うの良くないよ、本当に。俺別にお前と友達なわけじゃないから、そういうのやめた方がいいよ。慣れ慣れしい。何やろうかな。カラオケ行って、カラオケ配信やって、のぞみ嫌い俺。のぞみに一回家に襲撃されたことがあって、家ピンポン200回くらい、ピンポン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 って2時間くらい押されたことあんの。で、警察呼んだらなんか、デリヘル嬢です私、この人に呼ばれたんですとか嘘つかれて、すげえ嫌な思いしたから苦手になっちゃったんだよね。嫌い。実際さ、別にさ、俺、配信が嫌いとか配信のキャラが好きとかないの。配信者だから演じてるの分かってるから、過剰にやってるの。でも実際そのリアルで嫌なことされたら嫌いになっちゃうよ、やっぱ。直接的な体験で嫌いになったからね。お前さ、報告するわ。お前とか言うのやめて、本当に。ブロックしよ。ブロックしました。しつこいんで。うざいリスナーいらないから。荒らすリスナーもいらないから。ポンプもいらない。普通に楽しんでくれる人と俺は楽しみたいだけだから。なんかいびきかいてんな。オンとオフがわからないやつダメだよな。ダメっすね。っていうか、なんか自分のノリを人の配信に持ち込むやつが嫌い。なんか別に暗黒放送は暗黒放送のノリ、鮫島さんは鮫島さん、石川のりゆきは石川のりゆき、香川は香川ってノリがあるじゃないですか。で、そこのノリで楽しむのはいいと思うんだけど、例えば暗黒のノリをティノフィアーレ香川のところでやったら浮くし、うざいって思われるし、香川さんのノリを暗黒でやられたらうざいじゃないですか。その、なんか、いきなり出てきて鮫島がどうのこうのとか言われてもよくわかんないし。そうそう。そこをノリとか空気みたいなのは強にいらば強に従えっていうのはあるだろうっていう。で、本人が嫌がって何回も忠告してんのにまだ言ってくるやつとかもうダメっすね。見なくていいよっていう。それは良くないと思う。マナー違反は良くないよ。マナー違反はダメ。新しいフォロワーさん紹介します。せっちゃん、フォローありがとう。それはね、絶対ね、マナーじゃん。マナー。大事よ。マナーは。お前とか言うのも嫌い。そうそうそう。何様なん、なんか、慣れ慣れしいっていうか、友達になってからじゃない、そういうこと言えんのっていう。関係ができてからじゃん。そう。会ったこともない人にお前とか言われたくないもんね。なんなんってなるでしょ。まず誰って話したからね。なんかこうリスナーさんをお客様として扱うのはリスナーに対して失礼だと思うから、やっぱそう対等に話せるのがインターネットは面白いところだ。うん、いろんな立場をシェね、立場とか経験とかシェアできるっていうのがすげえ面白いところだと思うけど、それには最低限やっぱマナーはね重要だよね。マドさん寝たの？今日はね、リスワン撮ろうと思っててね、12時から12時まで配信やるつもりだったの、もともと。だから夜12時からずっと放送やってる。
で、それで3位だからね。まあ、実力ないから、今のところ。他の配信者で勝つためには、やっぱ、その分努力しないとなって。時間を使うしかないんだよね。うん。ありがとう、かっちゃん。新規のリスナーさんね、だから来てくれると嬉しいよね、今日の放送はね。新しい人見に来ないかなとか思って。そしたらワンチャンあるかなと思って。うん、59名さんいらっしゃい、60名さんいらっしゃい、楽しんでいってください。そろそろ家出ないとまずいかな。カラオケと夜に行きたい。いや、カラオケと夜は、ボーナス的なもんだと思ってるから、自分の力でまず3000人は集めることだと思ってんの。今日の放送。で、そっからプラスアルファ入ってきたらいいかなっていう。うん。さっきカリフォルニア在住の配信者いた。へぇー。海外から配信してんだ。すげぇ。面白そう。え、それチェックしたいな。友達になりたい。アメリカ行った時なんか、世話になりたいな。つながり作りたいな。うん。やっぱね、どうしても他人のふんどしだと来月取れなくなるから。おー、ありがとう、のぞみさん。のぞみさん、ハートありがとう。頑張ります。そうそう。あくまで自分の力もつけながら、まあ、うまく力借りながらやっていきたいなと思ってて。うん、じゃないとただの売名野郎になっちゃうからね。それはダメっしょ。力つけて。でもさ、なんだかんだ言ってさ、20日間でさ、550人の登録ってなかなかいいよね。だって今日だけで50人増えたんだよ、フォロワーさん。すげえありがたいな。54人増えてるわ、今日だけで。だからさ、頑張ってたらさ、おー、ありがとうございます。ありがとうございます。1回、2回、3回、4回、ありがとう。あざっす。くみたん、ありがとう。ねえ、1日で50人増えてるからすげえ嬉しいなと思って。とりあえずだからここふわっちで5000人フォロワーぐらいになったらいいなと思ってて、5000人フォロワー行ったらまあいいかなと思ってるね。配信は継続、そうなんだよ。配信は継続がすべて。これマジだから。これほんと。これほんと。配信は継続がすべて。大前提として継続力がないやつは上には絶対に上がれない。一週間休むだけでリスナーさん離れちゃうし、サボってると伝わる。うん、こいつダメだってなっちゃうんだよね。毎日毎日頑張ってるやついたらやっぱね、応援したくなるもんね。あ、こいつ好きだわ、みたいな感じ。カラオケ行きたかったから、今日楽しみだな。久々歌うわ。64名さんありがとうございます。いらっしゃい。
一人カラオケすんの。いや、浅井さんっていうね、すごい人気の人がいるんだけど、俺の放送によく出る。浅井さんが毎週日曜日カラオケ会をやってて、ホームレスの人たちを招待して、何十人かでカラオケやるんだけど、それの配信やりますね。浅井さんっていうキャラ、もうナイスキャラがいるんですよ。おばちゃんなんだけど、自称神様の。うん、その人すごいいい人で、空き缶拾いだけで1日2万ぐらい稼いで、で、ホームレスにお弁当食べさせたりとか、カラオケ大会とかやってる、なんか、慈善活動じゃないんだけど、全然。なんか、そういうおばちゃんがいるんだよね。俺の友達に。うん、楽しみにしてて。さっきまでいたんだけどね。タイムシフト残ってるよ。録画。ふわっち、韓国人も増えてきてる。あ、そうなんだ。へぇー。あ、これ、海外にも対応してるんだ、このサイト。知らなかったわ。見たことないけど、韓国の人。っていうか、なんか大手生主がすげえやってる気がする。まあでも、ね、グローバルになってほしいよね。いいサイトだから。外配信行くか。外配信行くか。韓国在住韓国リスナーもいた。へえ。でもさ、そうやって世界的なサイトになったらさ、新しい 外人リスナーさんとも来る可能性あるからいいよね。仕事終わりだから少し寝てカラオケ枠にまた来れるようにする。うん、全然ゆっくり、もう自分マイペースで全然いいよ。全然全然。見たい時に見て。うん、マイペースに行こう。俺も長期戦だからね。英語対応になればいいな。英語対応なんて結構簡単なんじゃないかな。そんなに難しくないと思うよ。うん。もうまあ韓国の人増えるのいいんじゃないかな。うん、ゆっくり、また後で。盛り上げるときに盛り上げて、だらけるときにはだらけるっていう。うん、かっちゃんありがとう。また後で。だらけるときにはだらけて、まったりのときはまったり、気合い入れるときは気合い入れるっていう緩急が必要だと思ってるね、配信には。長期配信には特に。風船プレゼント、なおさん、ありがとう。ありがとうございます。
そう、めっちゃ眠い。YouTuber ではヒキトラハウスがおすすめ。 YouTuber あんま見ないんだよな。なんかあんまりなんか配信も YouTube も見なくて、なんかジャーナリストとかの話ばっかり見てますね。なんかそういう世界情勢とか聞いてたりとか、映画評論とか聞いてる方が面白いんですよね。なんかやっぱ素人芸に見えちゃうんですよ、どうしても。なんか高校生とかさ、素人さんの雑談聞いてるのも面白くないから、だったらなんかこう世界に向けてちゃんと下調べしてる人っていうか、なんか世界を変えようとしてる人が好きで、そういう放送ばっかり見てますね。モーリー・ロバートソンとか、なんだろう、誰だ、あとまあ岡田斗司夫とかね、オタクの神様とか、町山智博とかもよく見ますね。その辺が僕好きっすね。まあ、テレビとかがクレイジージャーニーとかすごい面白いかな。ヘキトラハウスギネス挑戦でゴキブリを何十匹も食べたら、ああ、そういうのいいっすね。なんか、そういうのは見ないかな。あんま笑えないんですよね。うん、ゴキブリ食べるとか頭おかしいな。俺虫食うってすごいなと思って。虫ってなんか怖くないっすか。完全に DNA が違う気がすんだよな。同じ生物だとは思えない。おすすめの YouTube ありますか？バイスとか面白いですよ。バイスはよく見てましたね。あと、なんだろうね。テレビの焼き回しばっかり見てるかな。うん。はじめしゃちょーとか信じられないほどつまらない。あー、全く面白くないですね。まあ年齢的なもの、まあ小中学生に向けてやってますからね、彼は。まあね、31歳ではじめしゃちょーくっそ面白いって言ったらやばいでしょ。やばくない？ 31 になってさ、配信やってて、はじめしゃちょーさんすげーわーとか、もう神だわとか言ってたらやばいよね。全く見ないわ、全然。全然興味ない。やばいでしょ。30過ぎてはじめしゃちょー面白い。瀬戸康史は好きかな。瀬戸康史は頭いいなと思う。なんか彼が面白いっていうんじゃなくて、動画の作り方とか参考にしてる感じかな。カメラの機材と選びとか、編集の仕方とか、すごい上手いなと。まあね、今の YouTube の売れるポイント作ったの全部瀬戸康史だからな。テンプレ作ったの。彼はすごいね。売れる YouTube の作り方の見本を作ったっていう。先駆者だよね。彼は好きですね、僕は。YouTuber は基本つまらないけど、まあ彼らの能力だから編集者ですよね。テレビに近いと思ってて、生放送はラジオとか舞台とかに近いと思ってるから、やっぱり雑談させたり話のバリエーションであったり、そういうのは生主の方が強いんじゃないかなっていうのは思いますね。生放送を YouTuber させるとくっそつまんないもんね。喋れなすぎだろみたいな。
生主はやっぱね、なんだかんだね、生放送で舞台慣れしてるっていうか、そういう部分あると思う。なんか一個一個のコメントに対して切り返しが面白いんですよね。そろそろ家出ようかな。歩いていこうかな。のんたん、のんたん、のんたん、カラオケ行く？のんたん、どうする？カラオケ行く？行く？歩いていく？電車で行く？寝ぼけてんのか。のんたん、カラオケ行く？応答しないな。のんたん、あ、この中でさ、ふわっちの課金について詳しい人いない？あの、お金が何日後に振り込まれるのかとか知りたいんだけど、誰か詳しい人いません？ Amazon ポイントはいつもらえるとか、ちょっと課金に詳しい人教えてください。誰かいませんか？この中に。いないかな？いないか。のんたん、カラオケ行こう？行かない？寝てるんだったら寝てるでいいよ。寝てる？あ、じゃあ俺行ってくるわ。うん。ゆっくり休んで。天気いいよな。
ビーネのパークとかいたずら動画好き。ヘネシーさんいらっしゃい。ビーネのプランク、あ、わかんねえな。エリザベス女王杯の馬券買いに行くので落ちます。お、行ってらっしゃい。ご分を。いいやつ買ってください。当てちゃってください。がっつり稼ぎましょう。パイン？パインって言うんだ。パイン？わかんねえな。昼は浅井さん登場しますか？今日ね、朝ね、さっき登場して、しますよ、ヘネシーさん。今からカラオケ、やりに、浅井さんのところ行くんで、します、します。登場しますよ。うん。浅井さんのカラオケ企画なんで、浅井さん好きの人は、見に来てください。楽しみ。浅井さんね、すごい人気だからね。みんな浅井さん大好きだし。浅井さん面白いよね、ヘネシーさん。あの人は不思議な魅力あるんだよな。なんか人を引きつける。なんなんだろう、あれは。日曜日やっぱ人の集まり悪いな、配信。みんなやることあんだな。なんだかんだリア充だよね、みんなね。そう思わない？なんだかんだ最近のリスナーリア充多いよなっていう。みんなお出かけだよ、うん、変わっちまったよみんな。昔はそんなことなかったのに、配信以外やることがないっていうリスナーばっかりだったのに、変わっちまったよあいつら。でもなんか感慨深いものあるよな、本当に。配信で食っていきたいと思ってたけど、現実味を帯びてくると。現実味帯びてくる。なんか夢が叶い、追っかけてる時はさ、辛いけど楽しいじゃん。なんかリアリティ帯びてくるとなんか変な感覚あるよ。あ、マジか、みたいな。もう旅出れるんだ、みたいな。ふわっちのリスナー全然、違う。どちらかっていうと FC2 に近いね。FC2 寄りだね。それが面白いね。要は荒れる放送嫌い、まったり楽しみたい、お金持ち。そんな感じ。すごくいい。てか、もっと早くやればよかったね。ふわっち。まあ、今のタイミング全然悪くないと思うんだけど、もうちょい早くやってたら、よかったのかなとか。もう一ヶ月ぐらい早くやってたかったかな。すごく相性がいいから。でもようやく報われる時が来た。そう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 、そういう感覚。報われる感じが、ね。まあ、いいんすかみたいな。いいんすかみたいな。本当に食えていいんすかみたいな。さ、やっぱ3年は続けねえとダメだな。物事。
いやもう2年半目とかね、ほんと今年辛かったわ。やってもやっても裏目に出るし、人集まんねえし。だからね、ほんとね、のんたんと付き合い始めたから運が良くなったんだよね、配信の。タイミング的にそんな感じなんだよ。のんたんと付き合い始めてから、運がすごく良くなってて。なんか、あげまんなんだろうね、多分。配信におけるあげまんなんだよ、のんたんは。いや、ほんとタイミングビタビタ。そう、幸運の女神様ですよ。馬頭風に言うと守護天使だよね。うん、俺には守護天使がついてるから、つって。ちょっとキモい痛いやつだけどね。馬頭のあのセリフはないわ。あれ完全に勘違いしてる片思いのストーカー気質のおじさんだからね。うん。いや、絶対そうでしょ。振られたくせにさ、元子に振られたくせに未練たらしいったらあれしないよ。あれは結構ね、ガチでね、童貞臭がするんだよね。馬頭からほとばしる童貞臭。絶対俺馬頭童貞だと思うよ。俺はそういう目で彼を見てるよ。よし。じゃあ残り3分で1回放送切ります。その後外配信に切り替えます。お疲れ様です。外配信行きましょうみんなで。未練タラタラだよね。あれはちょっと男下げてるよね。うん。これで残り2分で終わりにします、1回。外配信、ワド散歩やろ、ワド散歩。ジョーブログは面白い。あいつは面白い。ジョーブログは面白い。うん。ジョーブログは見てた。面白い。なんかちゃんと、やってるって感じ。てか人柄がいいね。ジョーブログいいね。うん。あれまだまだ伸びると思うよ。てか1年ぐらい前だけどな、ジョーブログ見てたの。うん。10万人ぐらいの、うん ?1 万人ぐらいかな、フォロワー。だけど、あ、こいつ絶対伸びると思った。うん。ジョーブログは面白い。要は、そうなんだよ。要は、作った笑いじゃなくて、リアルにやるっていうブログなんだよね。V って書いてブログなんだよ。そう、ビデオログなんだよ。それをちゃんとやってんのが、あいつだよね。じゃあ皆さんお疲れ様でした。5分後ぐらいに枠開くんで。ジョーブログいいのに広告入れ、広告入れてないのあいつ。バカだろ。広告入れてねえの？それはアホだと思うわ。それは理解できない、俺。へえ、広告入れればいいのによ。もったいねえ。それもったいないでしょ。じゃあお疲れ。天気いいな、おい。はい、3名さんいらっしゃい。ワドツでーす。どうもー。楽しんでってください。7名さんいらっしゃい。散歩しましょう、散歩。はい、ワドツー。アミさんいらっしゃい。ナオさんいらっしゃい。なんか自転車で行こうかなとも思ったんだけど、せっかくだから散歩配信でもやってみようかなと思って、歩きで行くことにしたわ。楽しんでってね。すげえな、ほんと。リスナーの増え方が尋常じゃねえな。いい感じですよ、ふわっちライフ。14名さんいらっしゃい。15名さんいらっしゃい。はい、ワドツ。21名さんいらっしゃい。
腹減ったな。帰りカレー食おうかな。カレーが食いたい、カレーが。天気めっちゃいいわ、今日あったけえわ。めちゃめちゃあったかい。食べるなら、裏若き乙女。人狼さんいらっしゃい。いや、若い女あんま興味ないっすね、僕。うん。年上の女が好きなんで。昨日もポカポカ？昨日もあったかかったっけ？昨日ね、ずっと寝てたからね、わかんねえわ。今日はすげえ天気いいわ。これくらいのね、あったかさだとね、ちょうど過ごしやすくていいんだけどね。すげえ過ごしやすい。いい感じっすよ。いい感じ。部屋より車の中の方が暖かい。マジっすか。日が出てるからかな。神とは、チャイいらっしゃい。でですね、僕の知り合いの、空き缶拾いで2万円毎日稼いでる、人がいるんですよ。その人元ホームレスなんですけど、女の人で、新宿にいるホームレスに、お弁当を与えたりとかして、こう、ほんと神様みたいな人なんですよ。自称神様なんですけど、浅井さんっていう人で。その神様に会いに行きますね。空き缶拾いで日当2万円稼ぐおばちゃん。すげえ面白いキャラなんだよ。まあ、大人気なの。スマッチでももう超人気になってる。すごい面白い人だね。35名さんいらっしゃい。楽しんでってください。そうそう、浅井さん、浅井さん。なーちゃんいらっしゃい。腹減ったなぁ。カラオケやったらちょうどお腹ペコペコになるな。いい感じになるだろうね。ほんとね、幡ヶ谷行く。幡ヶ谷のカラオケ。普段は自転車でパーって移動しちゃうんだけど、せっかく今日は配信分回すっていう予定だったから、散歩配信もいいかなと思って。散歩しながら普通に配信しようと思って。そうそう、カラオケカラオケ。日曜日、毎週ね、日曜日カラオケ行ってるんですよ。神会の予感？すげえ面白いよ。徳次郎さんいらっしゃい。楽しんでってください。面白かったらフォローしてね。コメントありがとう。うん。いいよね。だから地方にいる人とかさ、東京の風景とか馴染みがないと思うから、東京の風景が映るだけで多分楽しいと思うんだよね。東京来たことない人とかも結構いるでしょ。あと昔東京に住んでた人とか、おー懐かしいわーとかさ、やっぱ風景が変わるだけでね、見える景色が変わるだけで楽しくなると思うんだよね。午後から出かけるから見えない？だったらさ、YouTube 登録しておいてよ。俺のね、番組説明欄に YouTube の URL 貼ってあるから、そこチャンネル登録しておけば、過去の放送全部動画になってるから。新しいフォロワーさん増えたかな？
お、フォローありがとうございます。新しいフォロワーさん、オズワルドさん、フォローありがとう。オズワルドさん、ありがとう。サンキュー。うん、オズワルドさん555番目だね、フォロワー。43名さんいらっしゃい。天気めっちゃいい。曇り一つねえわ。散歩が気持ちいいわ。前さん、そろそろ怒った方がいいですよ。前さん怒る。いや、なんかコメント打ってたよ、昨日。いや、明日起きたらちゃんとやるからみたいな、明日ちゃんと企画やるからみたいな、体調悪いっつってた。まあいいんじゃね。うん、まあいいんじゃね。バイクいいな、バイク欲しいな。チャンネル登録ありがとう、ありがとうございます。いてえな。57名さんいらっしゃい。最近あれだな、外配信やってねえからパソコン重たく感じるわ。よくこんな重たいもん片手に配信やってたな。旅配信の時すげえ体力使ったもんな。久々歩き配信だわ。浅井さんの家そこ、浅井さんの家すぐそこ。うん、もう多分家出てると思うけど。カラオケっす、カラオケっす。ワンちゃんさんいらっしゃい。コメントありがとうございます。楽しんでて。浅井さんとはなんで知り合いに？あのね、もともと、なんか若い男の子で、石野くんっていう配信者がいたんだよ。で、その石野くん人気配信者で、
配信始めて1ヶ月でね、アクティブ700ぐらいの凄腕配信者だったのね。で、なんで彼が受けたかっていうと、働きたくないって。もう、楽して稼ぎたいっていうことずっと言ってて。で、リスナーさんからお金もらって生活してたの。で、ある時、家がなくなったって言って、漫画喫茶にずっと保存してたんだから金がなくなって、俺の家来ることになったんだよ。で、そいつなんかちょっとうつ病っぽくて、なんか死にたいとか、もう家出てきたいとか、もうご飯食べたくないとか言ってて、で、もうホームレスみたいになりたいっていうぼやいたから、じゃあ今からホームレス配信でやろうぜ、つって。で、新宿のホームレスが溜まってるところで、場所を探してたら、浅井さんが、おにぎりをホームレスに配ってて、そっからの出会いだね。もう2年前ぐらいかな。もう2年ぐらいの付き合いになるから。浅井さんがホームレスにおにぎり配ってて、NPO の人かなーとか思ってさ。あ、すいませんって。この辺のホームレスやりたいんですけど、縄張りを教えてくださいって言ったら、ホームレスのボスだったって。そういう感じ。そっからなんか空き缶拾いやってみたりとか、いろいろやってんの。ほんと、そうそう、聖母マリア様ですよ。西新宿のマザーテレサだよ。本当にすごい人だよ。そうそう。で、浅井さん自身はその配信に興味があって、俺が配信やってるのすごい好きで、よくたびたび出演してくれたりとか、俺が配信で食ってくのをずっと応援してくれてんの。そういう方はそのままホームレス、そのまま1年間ぐらいホームレスやってましたよ。その配信者は。でもね、支援者が見つかって、今はね、なんかお店を開業するらしいね。焼き鳥屋さんの店長をやるらしいよ。西野、なんか聞いた話によると FC2 で配信やってて、で、なんか焼き鳥の修行をやってるらしいよ。焼き鳥の店長になるんだって。すごいよね。ラムネさんいらっしゃい。コメントありがとう。パエリアにシナモンかけてるの見ましたけど、あれ笑うよね。なんか独特のね、ちょっと味覚を持ってるんだよ。お前初めてね、手作りの料理ご馳走したんだけど、まずいって言って。調味料が足りないって。何かければいいですかって聞いたら、シナモンって言われて。家にシュガーシナモンあったから渡したらガンガンかけてたのよ、パエリア。これはうまいとか言って。狂ってるよ。神の領域にいるから、浅井さんは。お、新しいフォロワーさんかな？ちょっと、外配信だとフォロワーさん紹介できないから、後でやろう。フォローありがとうございます。やった方がいいか。新しいフォロワーさんご紹介します。新しいフォロワーさん、萌えさんフォローありがとう。萌えさんありがとう。ありがとうね。笑うよね。パエリアにシナモンはねえわ。すんごいよ、もう独特なんだよ。まあ俺がさ、もともとさ、変わってる人好きだからさ、そうそう、独特な世界観のある人大好きだから、どうしてもね、そういう変わった人が知り合いに多いんですよ。普通に生きてるよりもね、個性があって生きてる方がかっこいい感じ。93名さんいらっしゃい。新しい靴欲しいな。
がもうボロボロ。新しいフォロワーさん紹介します。ありがとうフォロー。新しいフォロワーさんは、ミカさん、フォローありがとう。ミカさんありがとう。99名さんいらっしゃい。楽しんでってください。なかなかね、そうやって人にご飯食べさせる、何十人もご飯食べさせるってできることじゃないよ。本当にすごいと思う。素晴らしい。できないよね。天気いいね今日ね。気持ちいいね。ヘネシーさんいらっしゃい。心臓弱いんですけど、カラオケ配信見て大丈夫ですかね。あ、心臓止まると思いますね多分。腹抱えて笑って心臓止まると思います。浅井さんはね、遅刻するかな。あと8分だから。個人で活動してるってすごいよ浅井さん。うん、ランコムさん本当そうだよね。いや、浅井さんのカラオケ見たことある人手挙げて。あ、多分ね今日初見さんが多いからびっくりすると思うよ。浅井さんのカラオケ見たことある人手挙げてお願いします。おお、あや、あやいらっしゃい。待ってたよあや、久しぶりだね。元気？あ、ネックレス送るからね。もう手紙書いたから。まだ送ってないだけで。初めてカラオケ配信だ。浅井さん頼むよ。なぜか一瞬香川氏が、香川氏が誤って目を凝らしました。一瞬香川氏が誤って目を凝らしました。日本語がわかんないですね。カラオケ初見なんだ。もう腹抱えて笑うよ。超面白いよ、カラオケ。もう、ゆいがさんが大爆笑して、ゆいがさんがツイッターで拡散して、700人ぐらい見たから、ニコ生アクティブ700ぐらいで、ゆいがさんがコメント打ちまくってたもん。こいつはすごいみたいな。わざわざ無理だみたいな。もうわざわざもったいないとか言って、今すぐ緑を呼べとか言って、すげえコメント打ってたもん。初浅井さんのカラオケ。すごいよ。ゆいがさんが爆笑したぐらいだからね。それぐらいパンチ力あるよ。わらわらすごかったよ。もう最初の初登場の時はもうずーっとホワイトアウトだよ。浅井さんが歌い出すと爆笑。浅井さんがもう歌い出すともう爆笑、うん、持っていかれそう。浅井さんはね、ローカルで有名って感じかな。新宿に住んでる人だったらみんな知ってるみたいな。特にホームレスで知らない人はいない。モグリっていう。すげえ有名人。浅井さんの名前知らない新宿のホームレスはモグリでしょ。まあ、新宿に昔からいる人はよく知ってるね。あのすげえ空き缶拾いのおばさんでしょって。大袋いっぱいを40袋くらい空き缶集めるから、一晩で。空き缶で1日2万稼ぐってすごいかんね。壁が埋まるんだもん。背の高さ以上の天井が壁一面埋まるぐらい。YouTuber ですよ、浅井さんは。YouTube やってますよ。基本的に YouTuber でもないけどね。YouTube 始めたのも最近だから。すごいよ。ここの壁じゃ収まらない。頭ぐらいの高さのやつがこれ2つ分ぐらい。この大きさ2つ分ぐらい。だから壁にある空き缶が。旦那のキーワード。それくらいすごいよ。働き者どころじゃないよ。出かけるのやめようかな、リアルタイムでみたい。まあ、いいんじゃない。まあ、結構浅井さんはよく絡むから、カラオケがなくなったりしないから、もう何年もやってるから。浅井さんとは何ですかね、運命感じますね、本当に。
本当に死ぬまで勉強させていただきたいですね。死ぬまで勉強させていただきたい。浅井さんが死ぬまで一緒にいたいですね、本当。つながってますね。ソウルメイトかな、ソウルメイト。本当、俺はすごい、浅井さんといるとたまに泣きそうになるんだよね。感動して。和道さんは配信で食ってくべきだよ、つってさ。あんた天才だよって。天才だから苦しんだよとかさ、すごい勇気のある言葉くれんだよ。天才はみんな苦しんだよとか言って浅井さん泣き出すからね。俺は浅井さんが大好きだよ。銀杏くせえ。119名さんいらっしゃる。本当に神だと思うよ。見えてるんだよ、光が。浅井さんは本当に神と繋がってるんだよ。6年前死にかけたんだよ、ホームレスで。で何年間ももう働けなくて、段ボールでゴミ拾ってゴミ食ってて。で、ある日光が降り注いで元気になって空き缶拾い始めたんだよ。浅井さんは天才っていうか本当に神だね、俺にとって。神だよ、本当に。なんか口だけで人助けしてるとか、なんか俺は成功してるみたいなやつよりよっぽど成功してるわ、浅井さんは。浅井さんの悪口聞いたことねえもん。そう、光の合唱団って名前ね、もともと。あや、どうした？最近全然来てくんなかったじゃん。あらちゃんとフォローしてる？いや、久々顔見えて嬉しいよ。仕事うまくいってんのかな。本当にね、ネガティブな感情が一切ないんだよ。ニット、浅井さんに会いたいときは、日曜日に、幡ヶ谷の交差点に、昼の12時ぴったりに待ってれば、浅井さんに声かけたらカラオケ連れてってくれるよ。もう今回遅刻だけどね、もう2分じゃ間に合わないから。幡ヶ谷駅の交差点に、日曜日昼の12時、リスナーさんみんな、参加 OK って言ってたよ。よぎってた。カラオケ送風できた。皆さんいらっしゃい。そっか、初めて見る人多いのか、ふわっちでは。もう、ニコ生とツイキャスでは、浅井さんって知らない人いないぐらいの強烈なキャラクターだからね。今まで出会った人の中で一番変人が浅井さんだからな、俺の中では。俺、いろんな人と出会ってきてるけど、マジでぶっ飛んだ天才であり、ぶっ飛んだ変な人は浅井さんだもん。約束はしてない？いや、もう約束はしてないっていうか、もう毎日来てくれだから、約束はいらないの、もうほんと。朝約束したよ。朝、浅井さん来てるよ。毎回誘われるから。俺固定メンバーだから。浅井さん照れると可愛いよ。浅井さんがね、結構ね、褒められるとね、照れるんだよ。ちょっとタバコ一本吸うわ。タバコ吸います。全然リスナーさん参加 OK だから、会いたい人は。ただ、浅井さんの枠を見るときは、絶対口に飲み物を含まないことだね。絶対吹き出すから。今日コメント走るぞ。今日間違いなくコメント走るよ。浅井さんの笑顔最高だよ。おはようございます！お父さん！おはようございます！って言って、外で暴れ回ってるから。浅井さん最近足音でわかるもん、マジで。浅井さん来たって言って。だから、のんたん、彼女がびっくりするんだよね。え？ってなんでわかんの？いや、もう浅井さんはオーラまとってるからわかるんだよね。って。お父さんって言って。浅井でございますって言って。もうほんと子供みたいにピュアだよ。邪気がないんだよ。六本木じゃないっすよ。六本木じゃないっす。新田さんいらっしゃい。ちょっと六本木っぽいね、確かに駅の感じがね、通りの感じが。違います。今から神に会いに行くんで、これ見逃した人は絶対損するよ。
今日の配信はほんと外れないと思う。カラオケで外したことないもん。みんな見てよかったって言うもん。生で見てよかったって言うもん。ツイッターやってる人はもしよかったら今のうちに拡散してください。拡散する価値のある放送になると思うんで、ツイッターやってる人はぜひこの番組拡散してください。めちゃめちゃ笑い取れるから。で行きましょう。お待たせしました。神はね、空き缶拾いで、1日2万円稼ぐ、ホームレスにお弁当を配ってるおばさんで、浅井さんっていう方ですね。今からその浅井さんに会いに行きます。本当に神様みたいな人ですね。星月夜さん、コメントありがとうございます。楽しんでってください。今日この放送を見れた人は運がいいと思いますよ。マジで、他の放送見るより絶対面白い、今日は。浅井さんが出る回はね、もう太鼓判を押せる。うん。じゃんけんさんいらっしゃい。楽しんでってください。すごい人ですね。すごいピュアな人で。運がいいと思いますよ、多分。この間、そう、ポビールさんさんいらっしゃい。今日も朝来てたんですよ。はい、若津。浅井さんみんな大好きだよね。浅井さんのことを悪く言う人いないもんね。この前ね、テレビ局の AD の人に取材受けて、で浅井さん紹介して、浅井さんぜひ取材したいって言ってるから、ブレイクするかもしんないよ。浅井さんもしかしたらテレビ出るかもしんない。うん。天気いいっすね。キノコさんいらっしゃい。初見さんいらっしゃい、ミーさん。いつも潜って配信。おー、ありがとうございます。初コメントありがとう。面白かったらフォローしてね、みんな。面白かったらでいいから。よろしくお願いします。結構、この放送はね、外配信、雑談、それからいろんなね、僕の友達が放送に出るんで、結構面白いですよ。和気あいあいとしてて。まあ、トラブルも多いけどね、結構ね。うん。フォローした。ありがとう。星月夜さん、フォローありがとう。いいね。142名さんいらっしゃい。楽しんでて。有名人凸はどうなってるの？それはね、俺は司会進行だから、あと採点係だから、俺は企画者じゃないからわかんないんだよね。うん。今日のね、夜8時に集合で、またエンディングの司会任されてます。いろんな夢を和道さんは見てるんだね。そうっすね。もともと、なんか自由になりたくて、配信始めたんですよ、僕は。なんか、とてもね、肩気な性格じゃないんで、まともにサラリーマン勤め上げる根性とかなくて、好きなことやって、飯食っていきたいなっていう道楽者なんで。で、配信と出会って、配信すげえハマって、もう4年目になりますね。フォローありがとう。新しいフォロワーさん紹介します。新しいフォロワーさんを紹介していきます。星月夜さんフォローありがとう。みーさんフォローありがとう。きのこさんフォローありがとう。3名の新しいフォロワーさんです。ありがとうございます。配信で儲かるの？俺ね、ふわっち始めてから今、20日目ぐらいなんだけど、5万円ぐらいかな。アルバイトするよりはいいんじゃないかな。20日で5万稼げれば。評論家になりたいですね。ただまあ、世界回りたいんですよ。まず若いうちに。旅配信がやりたくて。だから月15万、ふわっちで稼げるようになったら、こうやって世界をぐるぐる旅しながら配信やろうと思ってます。
で、その後、まあ、子供の頃、一番最初に子供で初めてできた夢が映画監督だったんですよ。あの、スティーブン・スピルバーグっていう人が、まあ、有名だから知ってると思うけど、インディアナ・ジョーンズとかが好きで。オズワルドさん、ハートありがとう。それで、あの、8ミリカメラ持って、小学生の頃から8ミリカメラ持ってたカメラ小僧だったんで、映画を作りたい。あとは10万人の人と出会いたいっていう、この3つの夢が僕の今の生きがいですね。目標です。うん、まずは人生経験を増やすために旅に出て10万人の人と触れ合って、で最後人生の締めくくりに映画1本撮ってくたばるみたいな。青木さんがやれる？うん、応援して頑張るから。よし、着いたよ。今何分だ？ちょっと遅れちゃったね。ちょっと遅れちゃったけど、じゃあ準備できてる？みんな準備できてる？ツイッターで拡散して。ツイッターで。行くよ。やばいから。インドとかネパール行くよ。俺はね、先進国行きたいんじゃなくて、後進国行きたいから、タイとかインドとかネパールとか、あの、原始仏教好きだから、上座部仏教大好きだからね、その辺行こうかなと思ってます。うん、行くよ、全然。みんなツイッターで拡散よろしくね。俺の放送リツイートして。あれだよ、ここでね、ペマギャルポさんじゃなくて、なんだっけな、あの、なんだっけ、仏教のすごい偉い人あったよ、幡ヶ谷で。なんつったっけな、スマノサーラ長老あったよ。菩提樹見たいよね。スマノサーラ長老そこであったよ。超感動した。興奮したったよ。あ、すいません、10番でありがとうございます。もう顔を覚えてもらってるみたいな。何も言わなくても、浅井さんいますかって言わなくても、もう10番ですって。あ、どうも、こんにちは、ここです。あ、じゃあコーラで。はい、お願いします。あ、お疲れ様です。おはようございます。お疲れ様です。遅くなりました。繋がりますよ。浅井さん、椅子、はい、これいいっすか。で、お前コメント欄荒らすなよ。バカとかハゲとか書くなよ。なんでお前動画の内容も見ねえで、お前バッドボタン押してんだよ、もう。